はい、昭和歌謡の LL でーす。イエーイ。めっちゃやりにくかったですね。ヒデさんっていう、あ、ねすごかった。それヒデさんやったから YB。SL の YB。かわいいですか、これ。あ、なんかね。で、どうしてもこれを鳴らしたくて、これにフィッシャーマンつけて、セッティングしててね。で、これ使い出したのはこの前ぐらいからで、その前まではちょっと違うみたいだったんで、やっとこさ音が。使います、基本的に昭和歌謡、今日は1970年代の、やつをやります。でこれちょっと気付けなあかんなんですけど、あの昭和歌謡でやっぱりかぶる曲が多くてね、中島みゆきと山口百恵はかぶるというのがあって今日ドッキリ、あの昭和歌謡しますというのが出てはったんで、うーんと思ったらやっぱりちょっとね、かなり上手な感じ安心したんですけど、じゃあ早速、1968年昭和43年のヒット中で、天使の誘惑。水素で、あ、かっこええなこの曲みたいな、大体三木たかしさんが編曲してあって、あのテレサ・テンとか、岩崎宏美の詩集とかね、なんかすごいこうええー、感じのこう編曲、作曲もしてあるけど編曲がね、アレンジがすごい、なんか天才的なアレンジですね。それはお兄さんで、でちなみに前泉潤さん67年に石原プロに入らはって、その後この天使の誘惑でレコード大賞で紅白に出ました。で紅白に出た時にミニスカートで出て、なんとハレンチだみたいな、ね、なんかそういう時代やった記憶が入っています。でちなみにレコードが、レコードしてます、この時代の昭和43年のレコードで値段370円。
EP 45回でそうですこう真ん中に黒いのって言ってるやつねありました、ということです。次の曲が、石川さゆりさんの曲で、石川さゆりさんと言うたらやっぱり津軽海峡冬景色とか、天城越えね、カラオケでみんな天城越えって言わないで浜城越えってみんな歌うからね、浜城越えとかやるんですけども、 LL はちょっとヘドが回ってまして、能登半島をやりたいと思います。これ1977年、津軽海峡冬景色の後の曲です。昭和52年で僕が、14歳の曲なので、これは三木隆さんの編曲だったんですね。じゃあ能登半島、なんでこんなゆっくりされてくれたね。1曲2分ぐらいで4曲で何かな 10何分で終わってまうんだけど結構喋ります。じゃあ能登半島行ってみましょう。
淡々と進んでいきますが、この石川さゆりさんっていうのはちょっと僕も、記憶があってね、中3トリオとかで映画出てました。この人はあのホリプロなんですよね。でその時ホリプロには、森の底山口百恵でいてはって、で桜田淳子さんがいてね、映画なんか、中3トリオとかやっとって、で石川さゆりも出てるんですよ。結構ね、あのレイプされて自殺するとかね、すごいやっぱり演歌っぽい役をね、多分ホリプロのバーターやと思うんですけども、そういう映画見て、あ、石川さゆりでも可愛いですよね。やっぱり最後まで生き残ってはる人はなんかすごいなみたいなを感じる、石川さゆりさんでございました。じゃあ次が、3曲目、どれ3曲目どれだった、あ、これか、何でも次は1970年1月の、昭和人気森山加代子さんの白い蝶のサンバを、やってます。でこれもあの出た時はね、あの出だしが早口言葉みたいなね、あなたに抱かれてる私はこれ早いかって今の人だったんだけど、当時はすごく早かったらしくて、早口言葉で歌えるかみたいなのだったらしいんで、まあやってみましょうか。今度大丈夫。淡々と掃除しますよ。せーの。高校入試で、なんか受かっておめでとうで、僕も親に歌ってもらって道楽息子でこれを鳴らしたくてね、まあ、こう普段はあのユニットでミッドライブワーカーズって言いまして、3人の、トリオやってまして、ベース弾いてます。で今年の、それではもうコロナでね、そういう激しいやつがなくなって、
で、もろに煽りをライブ3つぐらい作れたんですけど、で最後にね、あの1曲セッションで、この南堀江で、11月3日の文化ですね、あの直訳ロッカーの王様っていう、南堀江でやるはるので、毎年やってまして、で主催者の人と長いんでね、王様とセッション1曲だけ、じゃあしようかと、今度はあのクリームのサンシャインオブラブをやります。でまあ、去年はホワイトルームとかね、その前はあのジミヘンの、フォクシロビーとか、やらせてもらって、まあ、なんですけど、まあ、こうやってね、ライブ、ガンガンできるね、音量の大きいライブができるようにね、とかになっていって、せっかくドラムもあるんやからね、ドラムでガンガン盛り上がるような、やつをやりたいな、みたいな、こう思う、今日このことでございます。はい。で、まあ、ギターの話になるんですけど、やっぱりこうやって、アコースティックね、チビちゃんと丸出しましてね、結構みんなね、テイラーとかね、なんかすごい、おお、おお、みたいなギターを持ってはって、今日でもギブソンが2人いてはるんですよ、ハミングバードってはった人ね、いてはって、で、スワッチさんはね、あのギブソンの、僕欲しかったんですわ、あのランドのね。ねえ、もうあれ映ったら、おお、すごいなぁ思って、まあ、そんなんで、まあ、ギターオタクのところもあることはあるんですけどね、でも、やってたのが悲しいことはね、フォークとかじゃなくてね、あのミーベンドとか、ああいうのをやってたんで、あんまり友達できなかったって分かりました。そう、ミーベンド好きだったよ。なんか、あの、ねえ、あのやってました。で、すぐ洋楽にハマってしまって、で、まあ、クリームとか、ジミヘンとかね、ああいうのをやってることで、リブパールまだ新しいのみたいなね、そんな感じで出してます。で、うるさいの分かれてると、チビちゃんがね、あのチビちゃんって言うんですけど、あの私もみたいな感じになったんで、まあ、こういうの、ね、気が済むかということでやってもらってます。で、あのまたあの、ね、こうやって呼んでもらって、まあ、昭和歌謡でちょっと名古屋にいただくような形でね、呼んでもらったらどこでも頑張りますので、よろしくお願いします。じゃあ、ラストの曲で、南沙織やりますよ。色づく街。Thank you.